台風11号は無事に過ぎ去りましたが、今日も蒸し暑い。一体いつになったら涼しくなるんでしょうか。今日は9月8日木曜日、現在時刻が10時半を回ったところです。で、これは愛車のキャンピングカーの中なんですけど、まあ今まで何回か動画でも話したことあるかと思うんですが、やっぱり車なので定期的に動かすっていうことが大事なんですね。 せめて月に1回から2回、えー、ある程度の距離ちょっと走っておかないと、またあちこち悪くなってもダメなので、えー、今日今から少しだけ走ってこようかなと思います。というわけで、エンジンスタート。 目的地に到着しましたどこに来たかというといつものダム公園ですここでなんとかピーハクしたことあるんですけど結構ねここいい場所でちょうどすぐ目の前がこれもうダムなんですねちょっと芝荒れてますけど正面ダムです今もう水が全くない状況ですね先日台風11号の影響でもうちょっとこう水増えたかなと思ったんですけど意外と増えてなかったです 至るところにこんな休憩場、これ、あずまやっていうのかなあずまやとは言わないか。まあ、こういった休憩する場所があったりだとか、散歩コースなんかもあったりして、非常に使い勝手の良い,いダム公園なんですけど、めっちゃ水少ないですね。そして、すぐ下見ると、ダムに沈む前の生活道路が見えてます。何度かコメントで質問いただいたことがあるんですが、 マニュアル操作難しくないですかっていうような内容だったんですけど、まあ僕に関しては特に難しいと思ったことないですね。で、このキャンピングカー自体は、まあ、ドイツ社のバーストナー社の車両になって、モデルの名前がバーストナーエレガンス i695 っていうモデルになります。で、この当時に日本国内にヨーロッパから輸入されたモデルって、 基本マニュアルがほとんどだったんですね。多分オートマってほとんど入ってきてなかったかと思うんですけど、まあこの車両もその当時マニュアル車で輸入されて、で、6速マニュアルになっています。で、キャンピングカーのこの長さ自体が、この車が今7メーター30、7メー約40ぐらいあるんですが、長さは多分ね、特に気にならないかと思います。どちらかというと、長さよりは幅ですね。 えっと、幅が2メーター40ちょっとあるんですけど、この幅の方が慣れが必要かなと思います。キャンピングカーの長さはね、意外とすぐ慣れちゃうかと思います。そして左ハンドルの操作なんですが、まあ、左ハンドル自体は特に、もうこれもやっぱり慣れなんで、乗ってるとすぐ慣れちゃうんですけど、このね、マニュアル操作。マニュアル操作自体は特に困ることないんですけど、右手で操作するのがちょっと慣れが必要でした。ちょっとね、違和感ありましたね。なので、まあ、こういった、えー、車両の 長さに関しては特に気にすることなく、どちらかというと、幅の方が慣れるのにちょっと時間かかるかなって感じがします。今日キャンピングカー乗ってここに来た理由がもう一つあって、こいつがね届いたので、まあ、さっさと取り出しやって実際にちょっと使って試してみたいと思います。届いたものですが、これになります。というかわかんないか。ちょっとこれだけ見たんでわかんないですね。 袋から取り出してみると、こういった商品になります。これパッと見てわかりますかこれでね、一つ。同じものがこれ2個の2セットのものを購入しました。で、これ何かというと、ここに車のタイヤをこう乗り上げることで、高さを調整するレベラーです。パッと見わかりにくいかと思うんですけど、ここの駐車場って傾斜してるんですね。こっち側が高くて、 こっち側がね、道に対してこう、こういうスロープ、勾配があるんですね。なので、こう、単純に車を駐車すると、車のこう前側が上がった状態で、こう後ろが下がってるんですね。で、まあ、ちょっと休憩するぐらいだったら全然問題ないんですけど、まあ、この状態で車中泊しようとすると、どうしても車内がこう傾きがあって、 まあ、敏感な人だとね、こう、平行感覚がおかしくなったり、気分が悪くなったりすることがあります。うちの家族は全くそういうのはないんですけど、ただ、寝るときにやっぱりできるだけ水平に寝たいっていうのが、まあ、寝ることが一番こう、睡眠するときに重要かと思うんですけど、まあ、そういったときに、この車両の傾き自体を調整するのがこういったレベラーになります。で、今回2個え購入したんですけど、 もう一つ実は、この色違いのもの、別のメーカーのものを持ってるんですけど、形自体は多分ね、一緒かと思うんですけど、一つではどうしても車の傾きって調整できないんですね。2個あれば何とかできて、3個あればベスト。4つ使うってことは多分ほとんどないかと思うんですけど、3個使って車をできるだけ水平に駐車してやろうっていうのが、このレベラーになります。もともと持っていたレベラーがこの黄色のやつですね。 見た感じこう並べるともう形全く同じですね。これ確かフィアマ製だったと思うんだけど。そうですね。フィアマ製になります。もうほんと形状全く同じですね。色が違うだけ。今パッと見た感じでは左右の傾きはないので前後の傾きだけじゃあ試しに調整してみようかと思います。それでは実際に調整やってみましょう。で、今回は購入した2個を使ってリア側のタイヤの下に引いて調整したいと思います。右側と左側、それぞれ1個ずつ。 作業完了です。さあどうでしょうか。映像では少しわかりにくいかもしれませんが、今このレベラーの1段、2段、3段目、一番高いところですね。そこにタイヤを合わせることでかなり後ろ側の車体持ち上げることができました。反対側から見るとこんな感じですね。こっちから見た方がかなり後ろが持ち上がっているのがわかるんじゃないでしょうか。 必要に応じて高さの調整がこう3段階でできるっていうのもね結構使いやすいかと思います。ただ運転手1人で合わそうと思うとこれ見えないのでやっぱり誰か1人見てもらう方が必要かなと思います。というわけで今車内に入ってきたんですが、あ、めっちゃ水平になった。これは快適です。ベッドで寝る時のの水平っていうのも大事なんですがもう一つはね、実はこの水問題なんですね。排水関係がどうしても え、位置の関係で、こう、が上がっていると、排水の流れが悪くなったりだとか、そういったことが起こるんですね。なので、まあ、できれば、車中泊だとか、あと、まあ、長時間休憩するときっていうのは、できるだけ、車体自体をこう、水平状態にしてやるっていうのがね、やばポイントかと思います。まあ、こんな感じで、キャンピングカーの快適化やることで、まあ、自分自身は非常に楽しんでるんですけど、ただやっぱりしっかりと休みをとって、この車で出かけたいです。 さあ帰ろう今日は朝から4時間ほど充電しました。残量がどうなったかな。走行距離53キロですね。エアコン使って53キロ走行可能です。少し遅くなったんですが、午後の休憩ということでアイスコーヒーいただいてきます。 おーもう月見バーが始まってますねあと期間限定の月見パイこれね月見パイただ今お腹空いてないのでうーんアイスコーヒーだけにしようちなみにクーポンではあんことお餅の月見パイ出てますねただ今日はこのプレミアムローストコーヒーこれアイスなんですけど M100 円これにします ではアイスコーヒー、いいただきまますあ,あ、うまい毎回思うんですけど、モバイルオーダーしてテーブルまで運んでもらった時って、このミルクとこのシロップ、これがね、無駄になっちゃうんですよね、オーダーの時にこにブラックとかミルク不要とか、このあたりを、ね、選べるようにしてほしいです全く無駄です。 ごちそうさまでしたさあそれでは残りの仕事やっちゃいましょう今日もできるだけ早く帰りたいというわけで本日以上となりますまた感想とコメントいただけると嬉しいです是非チャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまた